いや、お疲れ様です。マフィーです。今回は無補正ということで、もうダイヤモンドマスターに帰ってね、もう二度とダイヤモンド A には帰りたくないということで、今回はちょっと強めのデッキ、アポロンデッキをね、使っていきます。とはいえね、10日解放した異世界のフレイヤーを入れたということで、こいつが強いかどうかを吟味しながらやっていこう。じゃあガチデッキって言わなくね。いや、そうでもない。これホーリーのね、トゥールラとビナと、あとその他のエゴマに関してはトップランカーも愛用してるね、デッキっていうことなんで、まあ、ここのところがウィブとかキンマモン、このフレイヤーのところがウィブかキンマモンっていうところなんですけど、まあ、全然フレイヤーもね、強くはある。一旦完結2000特殊の1500回復と、余ダメは少ないけど回復結構強いし、コンボの特殊ってのもね、まあ、十分強いかなっていうところで悪くはないと思います。そんなわけでこのフレイヤーを使っていきます。よろしくお願いします。まあ、フレイヤーホーリーっていうスキルが強いんでね、回復しながら、特殊出すってことで、まあ、ウィブとかはね、ヨダメに特化してるんですけど、まあ、やっぱこう、防衛もできるっていうことで、キンマモンとかも優秀なわけですね。なんですけど、今回このキンマモンでもないっていうね、もう4ターンスキルだからキンマモンもね、もちろん強い。強いんですが、4ターンじゃなくて、こいつも1ターンってことで、手札周りもね、良くなるんで。もう手札もすぐ回していくよ。行きましょう。多分ね、速攻流対面とかだったら、フレイヤー強い気がするな。特殊の火力もすぐ出せそう。おー、早速来てくれてありがとう。っていうか、この回復、なんだっけ、あいつ、トゥルラ。トゥルラで2000回復で、こいつで1500回復でしょ。で、守護者の1000吸収があって、あと、何、夏村の吸収とかあって、もう結構回復に特化してるんで、浮いてー。フリアリーダーからベルグレーで飛んできた。あ、そういえばなんか、混合デッキが強くなるらしいですね。なんか混合が、ミューズみたいな駒が追加されるらしいんですよ。ミューズみたいな駒が追加されるらしいんですが、思った感想を言うと、お、いいね、2000特殊出しながら1500回復、強いな。思った感想としては、なんか魔のアタッカーって出してこないんだなって思いましたね。まあ、魔のアタッカーは出さない方向性かもしれない。なんかそういう駒出しちゃうと、結局コンバット見たくなっちゃうしな。魔はなんかあくまでも、そういうラニコンゴとかフェリコンゴとかフィンコンゴとか、そういうデッキにおいては、コントロールの駒を使ってほしいのかなみたいな、そういう意図があるかもしれないんですけども、まあなんか、ただあの性能で出すんだと思って、なんか祭りってキャラだっけな。ミューズみたいなやつ出てくるんですけど。どうなんかな、あれ強いんかな。まあ、強いとは思う。強いとは思うんですけど、まあ、ちょっと嫌だなーって感じ。どうしようかな。取っても1400しか出ないんで、まあ、巻いていてこっち行っておきます。よいしょ。まあ、ビナ打たしたのでかい。ただ、ビナ打たしたのでかいけど、これ夏、なあ、ビナ打たしたのでかいけど、これバー持ってる可能性めっちゃ高くない。まあまあ、行こう。で、これで、夏村発動一歩手前からの、おっと、これでかいんじゃない、これはでかいよ。これでかい。これはもうフレイヤーのコンボ使ってくれんと言わんばかりの。使ってくれと言わんばかりの X。この A3 に打ってこなかったのでかいですね。ってことは手駒にエンデガーアラジンとかの可能性は若干であるけども。OK、召喚入れていらっしゃいませ。あー、リッチ事故るけど。OK、相手のキャラ駒たくさんあるんでね。これも繋ぎまーす。行ってこい。よし。で、罠持ってたら A3 罠も打てるんで、罠持ってない。OK、いい火力。そして毒も入れていく。素晴らしいよー。で、あとはここから逃げて大体。相手乱体引いてない。ね、夏村のゾノバがちょっと削られるけども、いいね、こっちの HP まだ高いですよ。フレイヤの吸収がね、刺さってくれたので、手駒的に、OK、エンデガしっかり持ってるけど、このエンデガもしっかり耐えてあげて、で、ビナ切ってるんで、手駒ロックか、手駒ロック警戒したいな、手駒ロック警戒したいので、ここはラポロン先に打ってもいいな、引き見てからいらっしゃいませ。OK、ビナ引いていく。で、ロック警戒したいけども、どうしようかな、ラポロン先打ってもいいな、吸収でいいか、吸収よりか。ちょっと待って。ワンチャントップランター引かれて、剣弾持てかれたらダビーな。どうしよう。いや、ビナにしようか、ビナにしようか。大丈夫、大丈夫。ロック以外の負けすぎないんで。こっち行きましょう。ビナにしときます。よいしょ。吸収入れてとくれて、よいしょ。あの、9400か、9400だったらトップランター引かれても大丈夫だった説あるか。トップランターからのバハムト以外は、大丈夫だった説もあるけども、まあ、これで次アポロン打てれば勝ちでしょ。まあ、仮にロック打つとして、ビナを取らないと相手目線きつない？コンボ使えるしな、こっちは。ってなった場合、シーチに打てば相手動線がないんで、3枚以外。ワンチ耐えれるね。ルキアってどのくらい出るんだっけ？まあ、覚えてないけど。まあ、でもこれルキア持ってなさそう。うわ、ルキア本当に来るんかい。本当に来んのかーい。3枚バハ耐えれるかな。まあ、抑えるしかないですね。抑えるしかないでしょ。3枚バーってどこで出るんだっけ、まあ、ランタン行かなかったら大丈夫だな。ランタン来なかったら大丈夫です。やめろ、ふぅ、よし。3枚バー耐えるそうですね。さすがに耐えれる。なわけ、どれでかと。なるほどね。その駒入ってたけど、まあ、しっかりこれ耐えてあげて。意外といい火力出る。どれでかじゃないわ。普通のでかか。3枚バーってどこで出るんだっけ、覚えてねえや。
よし、ここアポ乗ってきて、よーし。よいしょー。なわけ。いかれる。リキューシュート。よーし。まあ、本当にルキが来ると思わなかったけど、まあまあな。なんかでも最近なんか俺ちょっと強気のプレイできてないな。なんかトップランダー行かれたら負けとか。バカじゃね？これ今のまま普通にアポロン先打ってもよかったな。アポロンのよだめも考えるべきだったかな。それでリッチ出て飛んでたかどうかだけど、飛んでたっぽいな。相手の一部結構削れてたもんな。普通に今のアポロンでもよかったかも。まあ勝ったから OK。ただ今あの耐えれたのは、あいつの火力があったからじゃないでしょうか。まあでも実際ウィブだったら、もう先にアポロン打って GG ゲーミングしてたかもしれないけど、1500の回復あったからこそ、今の3枚返しも耐えれるみたいなね、ところはあったかもしれないですね。バー3枚でどれ出るんだっけ、忘れた。75ぐらい出るんだっけ、75ぐらいだった気がする。だから多分200ぐらい耐えれるよな。危ないな。よし。セーフ。まあランタ引かれなくてマジで助かった。さあ来ました。アポミラー。アポミラーに関しては、金馬もあった方が絶対強いけど、まあただ回復も絶対強いんでね。これ、初手リッチ言ってから風車になったから行きましょう。せい。せい。6にわしら全座。オッケー。ただ先行引いちゃったのよくないな。まあ、ビナ引いてるから、まだいいけど。ああ、はい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 。オーバーリアクションが、まあ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 、同じような出来ですね。いらっしゃいませ。バイセ、いいね、悪くない。で、ここ夏ブラから行ったけどよいしょ。これで、毒入れて、ね、夏ブラ取ってくるんだったらリッチ残るんでね。こっちから1回上げて、まあ、バイセは回収としても優秀ですし、A2 罠とか来た時のために。強い。そのリッチ強い。いらっしゃいませ。はい。トゥールラクソ強い。オッケー、トゥールラで行こう。こいつ最強なんでね。もうこいつ打っとけば大体勝てるんで。行ってこい、ホーリー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、回復れて、どくれて。強い。で、仮にここ D5 から入ってくるとして、どういう手駒割りになるかだな。夏村とリッチ打ったんで、罠駒とか引いたけども。ヒルかな。リッチ A2 からでしょ。悩んでんな。めっちゃ悩んでる。おお、ここ悩むってことは、これ多分手駒強くないな。初手張るったし。ね、OK。さあ、その場合さ、取ってあげましょう。で、ここに引きいらっしゃいまーせん。あ、罠駒。バイセでいいかな。バイセ行ってあげて、よいしょ。あの、このマイティに関しては後半でも全然使えるんでね。よいしょ。よいしょ。で、回復入れてあげて、毒入れて。よし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 。いいよ。いい立ち上がり。で、ここで、罠来る？ああ、ウィブ強い。けど、これはマイティ打ってあげて、特殊も含めて両方返したいですよ。いらっしゃいませ。はい。ああ、OK。これはマイティからでいいね。これマイティから行ってきて、よいしょ。よいしょ。で、これで E3 来て、E3 来て、左ウェックス打つか、リッチの子も共有するか、まあ、E3 の打つ駒にもよるな。さあ、どうだ。まあ、レーニアド読みとかも含めて、多分 E3 来ると思うんですね。これ E3 来ますね。E3 来るんで、ディナはギリギリまで握っていきたいけども。めっちゃ考えてんじゃん。そんな考える？そんな考える？あ、OK。右エクスか。だったらこれ B4 からでいいですね。で、こっちはもうビナも入ってるんで、しかるべきタイミングでビナを刺せば大丈夫でしょう。で、毒食らう。さあ、ここの火。いらっしゃいませー。レニアド。レニアド打っても取られたら見ないんで、ここはもうヨフィルかな。ヨフィ打ってあげて、純白のサバーキー。いいよ。ただ、夏村が若干怖いな。あと、エンデが3枚とかも普通に。6665出んのか、普通に強いよ、それは。まあ、ビナ張ってあげてからできるか。まあ、右角に張られたとしたらしんどいかな。まあ、でもなんとかな、あの、夏村がだるいな。オッケー、でも悩んでるからこれ、エンデがなさそうな。エンデがあったら、エンデが3枚とか打ってるしな。どうだ。オッケー、罠か。ここは、はい。これ、レニア打っても弱いな。どうしようかな。ビナトゥービナからのアポロンで負けるかな、ワンちゃん。これ、どう思う？悩む。ビナ打ってからエンデがで一応飛ばせる場面だから、いっちゃうか。いっちゃおう。よいしょ。ふい。ふい。おお、通っていく。レニアドですね。これ激アツ。これ激アツ。これ通ったのは熱いですよ。さあ、ここでアポロン相手打てない。で、右角にビナ来たとしても、大丈夫じゃないですかね。英語に打ってあげて、その後アポロン3枚返して耐えますね。さあ。まあ、ビナルキア連続で来ると、若干しんどい。いや、でもこれ俺のペースだな。俺のペース。そもそもビナナイス可能性がある。オーケーで、こっちのキャラクマ4枚の、さあ、回復入るか。アポロン今チャージ溜まってますか。8%だから2000円ぐらい。
あー、オッケー、これ飛びますね。いってらっしゃい。よーし。あ、待って、これ踏み穴だったら死ぬー。踏み手、あいつ、あ、オッケー、アゲだったら大丈夫。あのね、あいつだったら負けてましたね。あいつ名前出てこない。あいつなんて名前だっけ。あいつ、名前出てこない。ラルムだったら負けてた。危ねえ。ラルムだったらやばかった。だから今のは左上角で正解でしたけど、まあ。左上角打てばよかったな、今のは普通にな。まあ、ラルムだったら負けてたけど、まあ、ラルムなわけないわな。ラルムなわけない。踏んだら回復するやつ。あいつだったら負けてたけど、まあ、そんな困るわけないよな。そんな癖の強くも来るわけないし。来るわけないでしょ。ない。当たり前でしょ。パーロ。足りめだろ。そんな癖の強くも来て、負けるとか、逆に来てほしかったな。逆に来てくれたら、なんだろう。取れ高的には完璧でしたね。さあ。あ、これは金馬がウィブの方が良さそうだけど。まあ、頑張りたい。おーし、早速引いてくれてるフレイヤー。そして初手ベルグレーでは、もう挨拶です。挨拶代わりの初手ベルグレーで行ってあげましょう。でフレイヤーいつでも使えるっていうの強いけど、暗流タイムに関してはっていうところだな。あと、先行引いたの正直嫌だ。ここが良かった。くれ。いい画力。4401。ランタイムで、よし。呪い入れてあげて。フレイヤー雑に打ってもいいけどな。お、スキル発動しないか待ってくるか。雑に打ってもいいけど、引き見てから考えますよ。いらっしゃい。ファビオ。ファビオ使うか。どうしようかな。まあ、ファビオ打っときますか。別にいや。まあ、レニアド、もうファビオ、場面に出さない前提でいくってもありだけど、これ700毒入るんでね、最低でも。さあ、鱗あるかどうか。なんかありそうだな。キリア雑に切ってきたもんな。鱗ありそう。おう、逆にないと。よし。これでかいですよ。鱗がない。で、しかも貫通切った。これでかいですね。で、ここにいらっしゃい。さあ、バイス引いていって。で、ここは、よいしょ。フレイヤー行きましょう。ホーリー。で、ベノムヒルも、鱗がないんで、多少は軽くえるよ。で、回復までたけて。いいですね。さあさあ、ここで、一生鱗が来なかったら俺のペース。そして、乱体は引いていない。さあ、このトップ引きは何でしょうか。テラガイオ。テラガイオであれ。テラガイオです。あなたのトップ引きはテラガイオ。絶対テラガイオです。あなたはテラガイオでしょ。あ、でも悩んでるから鱗ではなさそう。鱗ではなさそう。いいね、フレイヤー。雑に使える。あ、鱗ではあった。鱗ではあったですね。まあ、どうしようかな、これ。これ以上変動きさせないなら、C1 の方がいいんですけど、さすがに連続で鱗引いてこないでしょ。もうここは、レニアで行ってあげます。レニアド行ってあげて、呪いのダメージ入れて、まあ、連続鱗とかさすがにないよな。俺ないと思ってるよ。連続鱗なんて。あるわけねえじゃん。ちょっと運ゲー入るけど、ここ。ああ、貫通か。強えじゃん。貫通強えじゃん。だがしかし、相手乱体引いてないので、ここ C1 から行ってあげてもいいですね。引き見てから。よし。OK、C1 バイセ打ってあげて、で、ビナをしかるべきタイミングでぶちかまして、勝ちたいですね。OK、これこっち行きましょう。まあ、若干3枚返しの回復怖いけど、まあ、F5 から打っても次2手で飛ばせないし、こっちから行こう。左上 X から打ってほしいけどな。どうだ？E3 来たら D2 にビナ打って、で、取ってきたらダブコン繋がる形でもいいか。あー、ダブコン繋がるや。繋がんない。ごめんなさい。目玉ついてませんでした。さあ。いや、悩んでんな。悩んでるってことは？これ、鮮明引いてて。よし。さあ、ここは角ミナ行ってきて。よし、俺のペース。角ミナ打ってきて、次、アポロンで勝てません？相手ガラン切ったぞ。完全には切ってる。オッケー、これ角ビナ。よし。んー、角ビナー。オッケー、あとアポロンで飛ばしていきたい。呪いのダメージも入るよ。あ、乱体引いてく。これリムタとか来ないよね。リムタとか来ないよな。相手のキラゴマが3枚で2100のダメージ。そして呪いのダメージ2800。で、アポロンのチャチが止まって6500。おー、これはどうだ。お、回復しすぎ。しすぎですけど、1100でしょ。しっかり計算していけ。5069000の。あ、待って、飛ばなくない？待って。8700でしょ？ 9800、ん？待って、もう一回やって。8600。で、1万、ああ、切るか。よし、行ってこい。呪いできるね。よし。いいね、フレイヤー。コンボスキルもしっかり2100の火力を出していく。よし。で、これで呪いできる。よし、オッケー。ナイス。ミニエラ引いてたな。危ねえ。いいタイミングでビナ打てましたね。まあ、貫通切ってくれたのもでかかったな、レニアだって。オッケー、しっかり勝っていく。まあ、フレイヤーが強いってよりは、アポロンが強いかもしんないけど、
まあ、勝ったんでね、勝てばいいんで、勝ちはいいんで、さあこれはもうダイヤモンド A まで下がることはないでしょう。このまま上へ上へと駆け上がっていこうじゃないのね。ちょっと最近さすがにあれだな、滞りすぎたな、ここで停滞しすぎた、一気に停滞期を抜けていきたいと思ってね、最近俺筋トレとかしてるんですけど、停滞期っていうかもう全然体重落ちない時期に入って、でこういう時って大体摂取カロリーを落とすっていうのがね、いい、もしくは消費カロリーを増やすっていうのがいいと思うんですけど、一回だけちょっとチートデーやってみようかなと思って、この間チートデーやったんですよ。1日に7300カロリー取ったっていうね、もう気持ち悪くなるぐらいまで食って、中途半端にやっちゃダメだと思って食って、その日 68.4 から 72.3 まで体重増えたんですよ。うわ増えたなと思って、で次の日になったら、まあ、次の日72 でその次の日に70 でその次の日 69.2、 その次の日 69.2、 その次の日 68.3 っていうことでね、しっかりチートデーやったら落ちました。まあ、脂質とかはあんま取らず、炭水化物メインで取った結果、しっかり痩せられましたけど、ただそこからまたちょっと増量してました。食欲またもちょっと戻っちゃってね。でも増量期に入るべきなんかな、なんかお腹全然割れなくてね。お腹割りたいのに、なんかそのお腹の体脂肪ってなかなか落ちないなと思って、るんですけど、あ、待てよ。これどうする、これどうする、誘惑している。この主語、誘惑だな。これちょっと一回ファビオこっち行こう。でそのやったんですよ、チートデーやって、で結局ちょっと増量するか悩んで、増量期に入ろうたのかなと思って、糖質をたくさんね取りつつ、オーバーカロリーでね最近やってるんですけど、まあ、それやっててもやっぱなんかその食べることにちょっとなんかそのなんか抵抗があって、やばいな、やっぱちょっと脂肪増やしたくない、どうしようと思って、なんかこのひよってんだよ俺やっぱその筋肉育てたいけど、脂肪が増えることに対してちょっとひよりを感じてて、どうしようかなーって思って、結局減量することに決めました。俺明日ワクチン打つんですよ。ワクチン2回目打つんで、その時どうせ食欲ないんでね、もうワクチンに、ワクチンの力に耐えて効く、逆にワクチンでなんか副反応で副反応が出ることによって食欲がどうせ下がると思うんでね。うわもうそれやばくね、強すぎー、神玉 OP、 ここひどい、ああなんとも言えねー、集合つかフレアだな、神タン OP すぎんか、マジで。フレアコンボ狙いワンチあるよな。まあ、一回これ死後いくついきますか。あんまりちょっとこれ悠長だけど。これ待って、B4 やばない？あー、悠長。悠長だな。これ悠長だな。こんなことしてる日もあんのか。やばすぎー。死後取るべきだったんかな。でもどうせ LT の引かれてるし、ブラチャラティもあって、そのブラダマンテでしょ。どっちみちきちいな。神タン OP だな、マジで。いやでもこれはどうする？ B4 来るね。B4 来て、守護のコンボスキル2倍返しできるけど、エンデが引いてないと。あ、B4 来ない。これは熱い。これ C1 から行ってあげて。で、英語が分かんない状況で、はい、ここの引き、よいしょ。アイクエピナ引いていく。ナイス。で、ここは、フレイヤでいいですね。フレイヤ C1 行ってあげ、C1？ うん、C1 にしようかな。待って、ちょっと待って。いや、待て待て。英語で削られるとまずいな。C5、C6、C6。これ C6 行こう。どうせビナで C1 コンボ動線組めるんで、 C1 フレア打ってもそんなに強くないんで、これこっちだけ行って、よいしょ。で D2 打たして C1 ビナ入ってからで飛ばせないかなとか考えつつ、それか C1 に他のコンボ打ってから A3 ビナで耐えていっていきたいですね。さあ悩んでますね。さあシェムキリ打っていく。ただこれシェムキリで防衛にターン使わせて、右上 X で吸収入れつつ C1 のコンボ動線をね繋いでいく方向性をしっかり見出していきたい。でこの日いらっしゃいませ、レイニアド。レニアドか、レニアドな、なんとも言えない。右上 X 吸収レニアドか、D5 レニアドですね。で、レニアド取るに相手 D6 しかない。悩むな。イオフィー、微妙な気がするな。いやいや、X 行こう。よいしょ。ただ E1 だるいんだよな、これ。吸収入れてあげて。で、毒入れて。まだ半分いってないんでね。エサタッカー引かれてたらやばいな。麦とブチャラティなんでね。いや、これでも悠長だな。ただ、ユフィ打ってたら半分いってそうだし、D5 レニアド打って角、いやー、相手目線角しんどいよな。D5 レニアドでメカ大切あるな。まあ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 。さあ、どうする ?D2 打ってほしい。E1、E1 2枚返しが一番きつい。けど、アタッカー結構切ったぞ。アタッカー結構切った。よし。でかい。レニアドおはようございます。で、ここで、相手出が切ったんで、ロック刺さる状況に持ってけた。トゥールラ引いてく。これトゥールラでよくね。もうトゥールラ安排すぎでしょ、これ。もうトゥールラ、いきます。ほい。はい、よいしょ。で、気を回復だけで。うおー、しつこい。なんてしつこい回復力。しつこすぎる自分で言うのもなんだが。で、コンボスキルが相手の記録が1枚につき800、3200出せますね。で、サイクリル来るけど、ここはもうアポロン4枚返しでぶちかまします。
4800なんで、4枚返しで2000円ぐらい入って、4024、OKOKOK、行ってこい。14,20、74か、あ、強い。よいしょ。あ、3800だった。間違えた。まあいいや。よし。なんで2200だと思っちゃったんだろう。アポロの物理、そんなわけないじゃん。OK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 。勝ってる勝ってる勝ってる。アポロン使ったら死ぬほど勝てる。まあでも結構使いやすいな、今の。あ、でも今のに関しては、C6 打った駒は他の金馬とかの方が強かったけど、まあ OK。よし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 、テンション上がってるよ。勝てるよ、今日は。でも普通にでも使いやすいわ。こいつ多分ね、カップ戦とかで結構役に立つ気がする。カップ戦で花開く気がするぞ、これフレイヤ。カップ戦だろ、こいつは。お、コンバット。でもこれ速攻流対面、速攻できる対面、多分ね、フレイヤ強いぞ、おそらく。てか、初手ベルグレーデ率、高っ。今日初手ベルグレーデのこの気合入ってんな。行ってこい。そんだけ出したワクチン2回目打つんでね。ポカリセットたくさん買って、あと、なんだっけ、解熱薬もね、解熱剤も買ったんで、あと、食料も買いました。もう、どんどこいって感じ。でもなんか、よく言うのが、副反応出る人って逆に健康っていうらしいな。体の免疫機能が強いからこそ、副反応が出やすいとか、もう言うもんな。俺最近マルチビタミンとか取ってるんですよ。てか今のんびりマルチビタミン飲むの忘れてた。今日2回目、1日2回飲むやつ。マルチビタミン取ってるし、あとクレアチンとかグルタミンとかサプリメントめっちゃ取ってるんですよ。家飲んだりね、筋トレしてるんで。ってなった場合にやっぱ体がめちゃめちゃ免疫機能強いんですよ。特にグルタミンとかってそういう効果あるんで。だからちょっと怖いな。副反応絶対大きめに出るな。これコンボ何、コマソース10枚以上で 70% 上昇、まあまあ強いな。参りました。その判断は早いんじゃないか。判断が早いなぁ、近頃のオセロニアンは判断が早い。あー、どうしようかなぁ。角から行ったけど、動線つなぐものはありだけど、ビロクから行っても結構削れる気がするな。ビロクから行こう。まあ、罠コマ貼っておけば大丈夫でしょう。火炎コンバットとか毒コンバットとかがちょっと多そうなデッキですね、相手。HP ちょっと低いんでね。ですけど、これ罠貼っておけば大丈夫。相手の HP めっちゃ削れてるんで。クレバーに行きます。右角からだとなんかオーラスキルとか連続で引かれるとちょっと怖いんでね。よし、火炎コンバット問題ない。結局このリリティエは相手にとっては邪魔くさいはず。いらっしゃいませ。よし、これはトゥールラ X 行ってあげて。よいしょ、オーリー。いや、雑に強え、雑に強え、このコマ。まあ、ここから2連続特殊じゃないコンバートとか来たらやばいな。 C6 からそういうのが来たらやだ。まあ、特殊絶対1回絡むでしょ。もう3回切ってんぞ、毒と火炎絶対絡む。フレームレリア、渋てえ。意地でも特殊コンバート出してこねえじゃん。こいつコンボなんだっけ。 80% 強え、 80% は強えな。がしかし俺はこれは右で行けます。相手ほら引いてないじゃん。まあ引かれたら嫌なんですけど、引かれたとしても多分2で耐えれる気がする。この急所入るんで。で、特殊そろそろ絶対手ごわり固まるって。よし、ほら引いてない。絶対固まる。4枚切ったよ。何枚入ってんのって話になってくるからね。ここで特殊来なかったら絶対来る。何枚入ってるんですかってこと。早く出しなって特殊。よし、ついに来た。よし、それでいい、それでいい。えらい。えらい。素直で、素直な子は嬉しいよ。さあ、これ素直に4000出して、で、この木。よっしゃ。リッチ。アポロワンチャージしてもいいなんで、ここは、リッチ打つかレニア打つかですね。リッチにしましょう。大国主若干怖い。これは物理で削ってあげて、行ってこーい。あ、今、アポロンで飛んでたかな。そこまで考えてなかったけど。いや、無理か。ちょっと怪しいな。まあ。どうだろう。2400の 1.7 に8倍でしょ。ワンチ飛んでたかも、ちょっとそこまで考えてなかった。よし。お手柔らかに。いや、もうアポロンある。俺の手駒にアポロンがある。もう俺がアポロンを手から滑ることをお祈りする、このお手柔らかにスタンプ。そんなわけはない。ありがとうございました。よし、危ない。いや、お手柔らかにはいかないですね、さすがに。そう簡単にはいきません。まあ、手札周りも強かったけど、相性的にも、だって相手の引きも、あんま良くなかったな、今のは。オーラー全然来なかったしな。よし、勝ってる勝ってる。いいですね、アポロめっちゃ勝てる。やっぱ環境最強アポロらしいですね。
正月にアポロン強くて、ウィブ来てからアポロンが減って、で、メルベとかの環境になって、今アポロンに帰ってきたと。回り回ってますね、アポロン環境。ホーリークソ強え。ホーリーな、苦手なタイミングあるかな、ホーリースキルで。特殊と回復だから、多分アレスとかにはきついんだろうな。回復したところで結局、みたいなところをワンチあるしな、どうなんだろう。罠とかさ、そういう。あ、でも意外と刺さるか。回復っていうところは、まあ、特殊は痛い。まあまあまあ。アポロン来たな。うわー、先行だ。初手ファビかな、初手ファビでいいっすか。初手春か、初手ファビ。罠回収で春残してもいいな。まあでもファビオ2ターンなんで先に行きます。よいしょ、ほい。ファビオ打ってで春でいいですけど、おー、守護にしよう。カットされるんで。おー、ビナプラス振ってる、すげえな。守護一定の、なんか調整してるかもな、このビナ。ロックでビナが出しにくいようにしてるかもしれないですね。守護入れて、毒と吸収で。ただ、アポミラーでビナ初手から切るって、これ絶対なんかウィブとかキンマとかこれ来るで。見とけ。ほれー、ほれみー。ほれみー。痛い。やだなぁ。バイセ引く。弱いなぁ。弱いなぁ。まあでもマジでウィブ強え。こうなった時に必要なのは、ホーリーですね。ホーリーで回復入れてあげて、このウィブからの脅威を拭い去っていきたい。リッチでエクスプル。左から2番目が怖いな。でも、金馬だ。いや、金馬の可能性もぶっちゃけちょっとあるな。まあ、レニエドこっち行ってあげて、ちょっとだけあるな。あ、でもトゥールラだと思うけどな。もう残りの1枚です、ごま。ってなった場合、初手ビラから切ってトゥールラ残す。どうだろう。あるんかな。俺だったらトゥールラから切るけど。うわ、トゥールラだったー。手駒に全部 S あった、相手の初手からー。あー、クソ強えー。負けたかもーん。これはやべえ。相手初手から全部 S あったんですけどー。これはやばい。これはやばいわ。これ勝てる未来マジで見えないわ。マジで見えない。相手が手滑ることお祈りしまーす。初手から全部手駒 S あったー。どうだろう、でもアポミラーでビナキルって結構勇気あるけど。まあ、俺の引き弱いから結局これはご利用されそうですね。やばいですね。やばーい。ここでビナないと俺負けでーす。まあ、あっても無理でーす。あっても無理な気がする。あっても無理な気がするわ。おお、フレイヤ引いてっけど。まあ、フレイヤ打つしかないですね。よいしょ。いやー、無理だ。守護者とフレイヤで2500回返ってるけど。無理だ、これは。もうこれアポロ打たれて終わり。ジジ、ありがとうございました。明日に期待ください。また明日の動画でお会いしましょう。今日はここでやります。どんまーい。あ、どんまーい。これ飛ぶんか。一旦耐えるかなと思ったけど、そもそも飛ぶっていうね。ってことで、トゥルラ最強、ありがとうございました。今日はここでやります。この、最後の最後で全部の S 行かれましたね。リーゴから入ったミスったかな。まあ、でもトゥルラ行かれてたらな。無理ですね。結局囲ったところで削られるし、取っても A3 トゥルラ打たれるし、ジジでした。どうしようもない。ってことで、今日はこのダブル堀川君使いました。結構使いやすかった。やっぱ一旦完結、二旦完結ってことなんで。使いやすさはありますね。まあ多分ウィブとかの方がパル、火力もある、パルクってなんだ。パンチって言おうと思ったら、火力っていう言葉と合体してパルクになっちゃった。パルクもあるんで、悪くはないとは思うんですけど、まあ全然使えない性能ではないですね。ウィブとかキンマとか持ってない人は優先的に入れてもいいかな。ってことで、この動画面白かった方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。